どうも、哲学とです。今回はですね、序盤にこそ役に立つ、各種防御力をアップしてくれる、ルーンワード、ナラク・ナディアというね、ルーンワードをご紹介したいと思います。でですね、このゲームなんですけど、ノーマル始めたての方、特にまあアクト1、を、まあプレイされてる方なんですけど、まあ途中でね、クエストでね、黒の出現というところの、忘れられたし塔っていう、まあクエストがあるんですけど、黒の出現行っていただくとね、忘れられし塔っていうダンジョンがあって、そこのね、地下5階の伯爵夫人、通称ね、ルーンおばさんと言われる、ボスを倒すと、こういったね、ルーンっていうものが、ドロップするんですけど、これをですね、ソケット付きの、アイテムに、正しい順番で、入れることによって、まあ、ルーンっていうね、特殊な効果が発動するっていうものになります。でね、このルーン自体にもまあ効果があって、まあ、遠隔攻撃に対する防御力30とか、例えば、敵を倒すとマナー回復プラス2とかね、こういった、ルーンごとにね、効果ついてて、まあ、それをはめるだけでももちろんね、このチャップの能力値が上がるんですけども、特定の順番でね、はめることによってルーンワードが発動すると。で、覚えておかなきゃいけないのは、ルーンっていうのは、そのルーンワードを構成する、ルーン、種類のルーンを、そのソケットに順番に入れなきゃいけないんですね。たまにね、この、なんていうか、どっちかの穴に入っちゃうんじゃないかって心配になる方いらっしゃるみたいなんですけど、基本的にね、ルーンは勝手にはまりますので、順番にはめていけばいいと。で、今回作る、奈落はね、ネフ、ティアなんですけども、ちょっとね、このゲームのね、防具についての考え方少しお話ししておくと、結構ですね、特にアクト1、アクト2でボスに苦戦するって方はね、実は理由があって、もともとのね、この防具の、防御力っていうのは非常にね、低めに、まあ設定されてるっていうか、あんまりいい防具が正直、序盤では落ちないので、そんな時だからこそ、このルーンワードが役に立つんじゃないかなと思ってます。じゃあこれね、防御力今4なんですけど、じゃあ実際にね、ルーンワード発動させてみましょう。ネフルーンをまずはめますね。で、ティアルーンですね。はい。これで今、奈落が発動している状態なんですけど、最初の5の状態からね、防御力が16になってると。これはね、一番上の防御力を強化プラス 50% の効果がついていると。で、なおかつですね、防御力プラス10というのがついているので、さらに10、防御力が上がると。で、これね、もう一つ、大きな、防御力の効果あって、遠隔攻撃に対する防御力がプラス30されるってとこも結構大きいかなと思います。まあ、筋力プラス5とか、あとね、敵を倒すとマナが回復プラス2っていうのもついてるんで、この辺もいいんじゃないかなと思います。で、モンスターからの、獲得ゴールがプラス、33% と。あ、これあれですね。マイナス 33% なのかな。その代わりお金は落ちないよっていうのと、あと明かりを、の範囲がちょっと狭くなるんで、少し暗めになるかなと思います。で、レベル13のシャドウクロークっていうのが9回チャージされているので、このスキルを、まあ、回数限定ですけど、使ったりすることができます。で、使用可能数はね、鍛冶屋とかで補給することができるんですけど、まあね、基本、まあ、序盤の段階だとね、あんまり、ここは考えなくていいかなと思います。まあ、こういったようにね、まあ、最初5だったの、防御力が16まで上がるので、まあ、かなりルーンワードを、最初使っていくと、なんていうのかな。普通に進めてると苦戦するような相手に対しても有利に立ち回っていくことができると思いますんで、ぜひね、まあ、簡単なものからルーンワード発動させてみてほしいなと思います。で、ルーンワードを発動するベースになるアイテムなんですけども、これはね、2ソケットだったら2ソケットのもの。まあ、3ソケットとか、4ソケットとか、ソケットが多すぎてもダメだし、少なくても当然ダメですね。1ソケットのものでは発動できないっていう感じになります。で、2ソケットのものね、普通に、もちろん歩いてて拾ったものでもいいんですけど、一つの入手方法としては、このね、アクト1だったら、このギードさんとかね、
リードさんとかこういうところで売ってるんですけど、こういうね、青いキャップとか、こういう、白はね、まあ、白でもいいんですけど、白はね、穴が開いてないのでダメなんですけど、たまにね、黒がある、黒っていうか、まあ、灰色っていうのかな、がある時があるんで、そういうのを見つけてあげると。灰色のアイテムが、ギードさんは、まあ、ちょっとギャンブルの方で、チェルシーのね、方がいいかな。チェルシーさん、鍛冶屋なんで、まあ、売ってること多いかなと思うんですけど、青はダメね。あ、そうですね。今、まさに使ったキャップが売ってますけど、こういうね、黒地のもので、ソケットだけがついてるものを買ってもらえばいいかなと思います。まあ、こういうね、まあ、ヘルムにもニアナつくことあるんで、まあ、ヘルムがいいかなと思います。で、ルーンワードね、もう一つ言っとかなきゃいけないのは、各ルーンワードは、発動できる部位が決まってるので、今回のね、奈落で言えば、兜にしか発動できない、ルーンワードになりますので、まあ、武器とかにこの順番ではめても、発動しませんので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。まあ、今後ね、ちょっと序盤で役立つね、ルーンワードをいくつかご紹介しようと思いますので、ぜひね、まあ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そうですね、このチャンネルでは、まあ、こういった初歩的な動画から、あとね、まあ、ちょっとハイレベルな、まあ、こういうアイテムもいつか出るよ、みたいな動画なんかも扱ってますので、ぜひね、チラッと見ていただけると、まあ、これからね、購入しようとしている方の参考にもなるかなと思いますので、よろしくお願いします。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。